どうも、お疲れ様です。吉田さん、スクールウォーズのテーマでちょっと前にお話しくださったんですけども、あのスクールウォーズがね、なんですごい作品だったのかというと、落ちこぼれ軍団の奇跡っていうことで、まあ、本当はね、ラグビーなんてやる、こう、奴らじゃなかった。もうグレてね、もうめちゃくちゃだった奴らに、一つの方向性を持たせることによって、ラグビーをやるんだっていうふうな結束が固まっていってね、いわゆる乗せられた形で、結局、ラグビーを打ち込んで、優勝してしまったってところなのかなと思うんですよ。まあね、あの頃流行っていた題材がいわゆる突っ張ってグレてるやつらっていうことだったんで、瞬発力やエネルギーとかね、あとはメンツってものがあったわけですよ。だからラグビーで鍛えられたとかね、他のスポーツで鍛えられて、それがね、嫌で逃げ出すっていうのはどうにも我慢できなかった。特に最初はね、滝沢先生っていう先生のことをすごく敵視したわけじゃないですか。だから滝沢のやつの守護金なんか俺たちはどうってことないぜみたいな反骨精神をうまく利用してきたのがあったのかなと思うんですよ。と同時にやっぱ滝沢先生は落ちこぼれてグレたやつでも完全に見放すことはなくてね、こいつらにも何かね、事情があってこうなっちゃったんだとかね、だから俺はこの体でもってこいつら付き合ってやらないといけないみたいなとこだったんじゃないかなと思うんですよ。で、他の先生方っていうのはやっぱりね、怖かったんで、五分で立ち会うことよりも、事なかれ主義になってたんですよね。まあ、卒業まで頭を低くしてれば、まあ、なんとなく過ぎていくさ、みたいな感じで、いわゆる、まあ、怖さがね、教育者としての本気度を鈍らしていたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そこへ行くと、滝沢先生っていうのは、クビになることを恐れることなくね、生徒たちをぶん殴りっぱなして、もう、かなりやっちゃったわけですよ。さすがに、校内暴力全盛期に流行ったドラマとは言ってもね、教師が生徒を殴ることっていうのは、まあ、タブー視されてた部分があって、大体、立場が入れ替わった時期だったんですよね、きっとね。昔は先生が生徒をぶん殴って、先生は生徒に対して、服従を命じてね、生徒も、直立不動で、すみません、先生みたいなね、軍隊式で、昭和20年代と30年代の半ばまで行ったんですけども、ただ昭和30年代から40年代にかけて、やっぱりね、その軍隊式のやり方っていうのが良くないんじゃないかなってことで全国で盛り上がって、そこにね、将来に対する鬱憤とか、徐々に、アメリカ化されていく日本に対しての、憤りとかね、それから貧富の差ができ始めたんですよ、あの頃ね。そう、スクールウォーズのドラマの中にもありましたけども、大木大輔っていうね、突っ張りがいましたよね。松村雄基さん演じてるところの。大木大輔さんのお父さんは、小さな、お店をやってたんですよね。小売店を。金物屋だか、なんか雑貨屋だかなんかをね。で、小さなお店をやってたんだけども、そのお店の真ん前に、大きな、郊外型のスーパーがボカーンってできたんですよね。巨大なスーパー。今で言うとショッピングセンターみたいなのが。当時はそういう流れが規制緩和によってもたらされてきて、個人商店っていうものからね、だんだん自動車っていうニーズもあったんで、駐車場付きの大きなお店、そこにはもうね、個別の店じゃなくって、あらゆるものがありますよっていうふうな形で、大規模な店舗ができて、そこにスーパーとしての機能とかね、駐車場としての機能、場合によっては休憩するスペースとか、飲食店、外食店みたいなのができたり、アパレルまであるみたいなね。まあ、そういうふうな形で、しかも大きなお店を構えて、仕入れ量も大きいですからね、まあ、安いということで、個人商店がだんだん叶わなくなってきて、時代が変わってきたんでしょうね。そうやって、まちまちの商店街が、廃れていって、今でいう、イオンタウンみたいなね、そんな感じになっていくわけですけども、その大木大輔、松村雄基さんの演じる大木大輔っていうのは、そこの、息子でね。で、お父さんが、そういった大規模な店舗に対して、本当に、自分のお店を守るために戦ってきたんだけども、全然叶わなくって、ついには、自ら命を絶ってしまうみたいなところからね。まあ、松丸祐樹くん、大木大輔さんは、その、名村財閥の、息のかかったそのスーパーに、怒りを燃やすことになるんですよね。まあ、逆恨みといえば逆恨みなんですけども、ビジネスで、やっぱりこう、排除されていく方と、ビジネスに新しいチャンスを見出す方との戦いで、まあ、流行る方がいればね、負ける方もいるってことで、まあ、そこで、ぐれちゃったわけですよね。で、幼い子供を育てるために、お母さんの方は、
まあ水商売で飲み屋で働き始めて、でなかなかね、大木大輔にも目かけることができなくなっちゃって、しまいにはお金がなさすぎてね、大木大輔がラグビーの試合に行くんだけども弁当を持たせてあげられないみたいな感じで、大木大輔は水を飲んでごまかしたりとかね、しまいにはバスの中でもう昼寝してラグビーの試合まで過ごそうかなと思ったら、滝沢先生がね、もうこれ弁当食えよって、なんか試合に出るのはお前じゃなくて俺じゃなくて生徒たちだろうっつって、俺よりもでかい弁当作りやがったっつからね、で松村雄貴に渡すわけですよ、大木大輔に。したら大木大輔が先生みたいな感じでね、で車内で一人でなんか涙ぐみながらこうね弁当食べていく、でかいおにぎりこう食べながらねってなんかその息遣いがむちゃくちゃ上手なんですよね。なんかこう涙を抑えながら感動で食ってるみたいな、そんな雰囲気が若い松村雄貴っていうね出始めの役者に、いやーなんか感動さそうんですよね。すごいですね、だから役者ってのはね、なんかそこに配役そのものを存在させるんですね。だからあの時松村雄貴は大木大輔になったわけですよ。まあなんか、まあ、スクールウォーズのね思い出話になりましたけどね。でそういうのが数々あって、突っ張っていくエネルギーをだんだんラグビーに特化させていったりとか、でおかしな事件を起こしたらラグビーの試合がダメになる連帯責任というものの、ね、感じ方を心に留めたりとかしてね、であれでしょ、なんか悪いやつらとも手を切るみたいなことがあったりとかね、いろいろあるわけですよね。だからまさにね、あのドラマっていうのはあの時代を生きてきた人とか感じた人じゃないと感動できないんじゃないかなって気がしますね。時代背景は全く違うし、ああいう風な時代の変化とか世の中の圧力とか、これから大きく変化していく社会に対して期待と不安が入り混じるところとかがね全部入っていて、スクールウォーズを見てる時に、確かにあそこまで荒れた学校ってのはもうなくなってきてたし、あそこまで露骨なグレたやつってのもいなくなってきてたんだけども、でもちょっと前の世代には実際にいて、その校内暴力とか家庭内暴力っていうのが日本中に広がってきてね、でだんだんそれが沈下していって、まあ、教師と生徒の間柄っていうのが、まあ、対等というんですかね、なんかある意味独自得の対等関係になってきたりとかね、まあそれが今はどっちかっていうと学校が異なりから主義になって、学校で起きたトラブルをその自治権の名のもとに隠蔽するようになったんですよね。で隠蔽するようになっていじめの問題がなくなったように感じはいるんだけども、感じているんだけども、実はすごく陰湿化してきてね。で学校の言い分としては、学校の中で起きたことではないからそれは責任が持てないみたいな筋は通っているんだけども、そんなことをねやっぱあからさまに言ってしまえば、やっぱり教師に対する信頼っていうのは生徒から失われてしまいますよね。やっぱり建前っていうのがあったわけですよ、建前っていうのがね、やっぱりどんな時でも卒業するまでは自分の生徒だっていうこととか、卒業しても一生俺の生徒だっていう金八先生みたいなねマインドとかはねなくなってきて、それがなんかね生きること自体とかビジネス自体にもなんかこう乗り移ってるんじゃないかなって気もするんですよね。まあ、ビジネスってのも実際はあれですよ、やってもダメな人っているんですよ。本当に人には向き不向きとかね、得意不得意とか大器晩成とかね、それから初めからできるやつっていろんな時期がありますからね。で人の権利は認めていかないといけないんだけども、だけども片方では手綱を緩めすぎるとその人の人生をねやっぱり見て見ぬふりをする台無しにさせてしまうってこともあるのかなと。ちょっと無知をねパンパンと入れればキラッと光ってやったるぜみたいになるかもしれないのに、そこまではな本人が決めることだからねって言って、ある意味教育者もね避けてしまうっていうところでは私たちも似たようなところを持ってるんじゃないかなと。まあけどね、そのタイミングが難しくって、何やってんすかと、そんなことじゃ善になりませんよみたいなことをあまり言いすぎると腹を立てて、まあ、しぼんだりとかね、へこんでみたりとかね、まさにやる気がなくなるみたいな。でそこで大事なのってのはやっぱり信頼関係なんでしょうね。いつの時代もこれはこの人に言われたんだからやるしかないなとか、この人に自分が結果を出さないことによってがっかりさせちゃいけないなとかね、まあそういうのが組織にはつきもんなんじゃないかなと思いますよね。まあ随分昔は
自分を拾ってくれた会社に対して愛社精神ではないですけどもね、やっぱり社長とか上司っていうのがものすごく身近だったんで、お客様のためにもあるんだけども、でも自分がここで踏ん張らないと上司がケツを拭くことになるから迷惑はかけられないよねみたいな感じで、上司に対して自分なりのフィールドでなんか戦って守っていったりとかね、まさにラグビーの試合と同じように一人がみんなのためにやるっていうところ、それからみんな一人のために尽くしていくっていうので、その組織と個人っていうのがうまく機能していたはずなんですけどもね、今はどっちかっていうとすごくドライっていうか、その力量もない人が声高にね個性を叫んでみたりとか自由を叫んでみたりとかして、で今度は自力でねなんかこう這い上がった人が他の人にもその自力で立ち上がることとか自己責任を強要するみたいなちょっと歪んだ形があったりとか、で助け合いとか人は一人では生きていけないみたいなのもすごく甘く解釈してそれに溺れてしまったりとかね、まあ単純に答えは出ないんですけども、一人一人に合った個性的な接し方とか教育っていうのがあるんでしょうけども、誰もが万能ではないですしね。だけども一つ言えるのは、こうやって毎日時間ある限り何かを伝え続けることによって、反感は買うでしょうけどもね、でもそうではなくって、確かになと思って信じてついてきてくれる人もいて、そのついてきてくれるっていうのは別にね全然私たちのためじゃないですよね。結果的には私たちのためになるんですよ。例えばドリームアカデミアにしても速稼塾にしても、そこで成果を出した方が増えれば増えるほどその塾のね信頼はつくわけですよ、結果的に。でもそんなことよりもね、お金がなくて不自由してる人が ありがとう言われた通りにやったらできたよっていうふうなことの積み重ねの方がまあ嬉しいわけですよ。やったけどダメでしたっていうところに関しても必ず原因があって、そこを見つけてあげれるんでね、私たちはね。だから座して、死を待つっていうかね、手をこまねいているよりも、せっかくこの再生数の少ない動画に出会って、そこではねまさに自分の力で自由を謳歌して、以前は拘束された組織にいて不自由を感じてね、それこそ自分の身をどうするかさえ日々分からなかった私なりね、吉田さんもいたわけですけども、今はそのことと全然違ってね、借金から解放されて、まさに日々お金を稼ぐためのことを考えたりとか、人に稼がせるためのことを考えたりとか、それからどんな難しい問題にも答えがあるに違いないと思って探し続けるね、そんな日々を送っている。めったにいないと思うんですよ、こういうのは。おこがましいですけどね、自分で言うのは。でも本当にどこかにこういう人がいないかなと思って探していた、そんな人になれた部分は、まあ吉田さんも感じるでしょう。だってね、生まれたところが軽自動車とかね、軽自動車がフォードアになってやったみたいなところがあったわけでしょ。で私も同じとは言いませんけども、どこに向かえばいいのかわからないまんま10代を過ごし20代を過ごしね、みんながやってる通りに進学や就職はしてみたけれども、俺の人生じゃないんだけどなって感じながら鬱屈したものがありましたよね。まあ、今は1から10まで全部自分の人生なんで、まあ、破滅する恐怖も未だに抱えてますけどね。だけども片っぽでは自分でも何かできることがまだあるなっていう風な、その希望も持てたりとかね、まあスクールウォーズからこんなところまで話いっちゃいましたけども、たまにはねこうやってしんみりとお話すのもいいかなと思ってなかなかと話してみました。で今ちょっとね政治の話題も私取り込んできてますけども、政治ってのはこの全ての人に関わるんですよね。全ては政治っていうステージの上でいろんな商業活動とか学校にいたり恋愛とかが成り立ってるわけですよ。だから自分は政治に興味がありませんって言っても、政治はあなたの首根っこを掴んでるところは変わらなくてね、これから続く、まあ、いろんな悲惨なね増税とか値上げとか、場合によっては政治の失敗には戦争ってものもあるわけですよね。特にこの度日本国内で殺傷兵器って言ってね、人を殺すために作られた道具、これを量産して外国に売ろうっていう法案が通って、それをどこがやってどういうふうな利益を上げるかっていうところまでが決まったっていうね、この恐ろしさ、しかもほとんどの方がこれを知らないっていうところに、なんかね二重の恐怖を感じますね。こんな法律を作ろうと思った人、それを通した国会、さらにそれに多くの人が関心を寄せてないこの社会全体、いや怖いですね、怖い。
だから情報ってものすごく大事だなと。知らないっていうのは一種罪なんではないかなと思うぐらい、私たちは情報を取得するこういったツールがあるのに必要なことを全く知ろうとしてないってところがあるのかなと思うんですよ。それは平和とか政治とかお金の稼ぎ方とか人の愛に対する気遣い方とかね、様々あるんじゃないかなと。一体ここ1年2年何を学んだのかなとか、どんな自分に変化したのかなって、はっきりと言える人っていうのはどのぐらいいるんだろうかとかね、まあ人のことは関係ないんですけども、自分はどうかなと思った時に、あ、確かにこの1年俺は FX を形にしてオリガルヒってものを作ったなと。 FX オリガルヒという誰にも引き劣らない徹底的なサポートができる、しかも自分でも7年間やって全くできないところから試行錯誤しながらね稼ぎ始めて、そしてその模様を7年前からずっと FX の放送を続けてきたっていうね、もう見る人はいないと思いますけども、私がどのように力をつけてきたかっていう歴史が一般公開されてるっていうね、ここまでできたことはなんか一つの自分に対する自信になったかなと思いますね。本当 YouTube があったおかげで、私は自分の生きてきた足跡っていうのをこうやってね記すことができて、今今度は自分の子供のね大和くんとかを動画に上げ始めましたけども、そういう意味で言うと YouTube のアカウントをね将来相続できるかなっていう気もしますよ。まあアカウント閉じられないようにこれからもやっていきます。それではお疲れ様です。